こんばんは。イエーイ。こんばんは。なんか今日すっごいオレンジって感じ。画質が。はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもでもやっぱりそこはせーの、桃色。はい、ありがとうございます。 AKB48 の大西桃香です。今日は帰ってきてからすぐ先にお風呂入っちゃいました。やっぱりしたもう洗濯機ボタン押したよ。押してたわ。よいしょ。今お風呂上がって化粧水とかやってで洗濯機回して今です。先にお風呂入っちゃえば楽だね。もう出るだけって。うん、台本読み漁る。あと寝るだけだったらよかったよね。だからラスト稽古になるかもしれないのでまだわかんない。今交渉中で明後日が稽古がなくなりそうみたいな感じなんですけど、そう1時間だけでも出れないか今交渉中なので、さすがに3回、まあ、1時間、まあ、でも1時間出れるだけでも高いよ。いける可能性はある。もうそうね、1時間だけならいけそうな気もするっていうのを他のマネージャーさんと相談して今交渉中でございます。ついてる。これが本番いつやけって14と17。そうです、でももし今回あんまりというか、ね、出るよみたいなこともあんま言ってなかったんだけどさSNS とかで。でもなんか昨日と今日の話し会で軽コメ行くよっていう人が意外と多くて優しいなと思った。ありがとうね、チェックしてくれて。優しいね。感謝です。温かく見守っていただけたら幸いです。北海道の準備もしないとね。ね、北海道楽しみ。
海道は泊まりって、わかんない、とキンキンにならないと予定がわかんないからあれなんだけどさ。北海道の次の日カルコメって、あれそうだっけ、カルコメの次の日が北海道かな、あれ北海道っていつ何日、え北海道 16？ あれ15って入ってたけど、西のカレンダー、えあれ私のカレンダー16休みだったんだけど、えそうだよ16休みになってたよ、15に北海道って入ってた、おい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 マジかよ、おいおい嘘つきおい、ねえそう16間空いてたから、あそうだからカルコメの次の日に大西のね、大西のカレンダー帳ではね、あの14カルコメ、15北海道ファンミーティング、16空白、17があのカルコメだったんだよ。もういい、予定入れてたって、そうだからなんだっけ、13、そう13に予定を入れようと思ってたやつを入れて、でも13がお仕事ですってなって、それをだから、あ16日にじゃあ変更しようって思ってたところ、明日電話しようと思ってたんだけどまあまだ電話する前だったからよかったけど、ありがとうね教えてくれて、15空いたわけ、そうだね、じゃあ15日空いたかな、じゃあそこに15日に予定を変更しようかな、なんやねんなんやねん昨日からほんまにもうまあ間違いは誰にでもあるよね、前乗りの可能性はって、確かにそれもあるよね、北海道そうだったから、北海道じゃないわ仙台、前乗りの可能性あるよねってなったら、またその予定に入れられないかも、もうもうあれおかしいな、大西の予定では12月も暇というか時間はあったはずなんだけど、おかしいな、ね、卒業前にゆっくりちょっとしようかな思ったのに、おかしいなもうやばい、もうそうですね、まあ12月ですからね、うん、次はしたら本当に時間余るからね、楽しみ、今日も話し会とかで卒業後の話とかしたんだけどさ、今日と昨日か、卒業したら何するのみたいな話してて、みたいな、そう、あ劇場公演はだって、あ
おめし、なんかそう相談しようと思ってたの忘れてたわ。あのさ、もしさ、大西卒業がさ2月15日なんですよ、来年の。で、もう生誕祭をずっとしたいってお願いしてて、で11月12月1月は、まあ、無理だったんですよ、入れてもらえなくて。で生誕祭、なんかなんていうので、2月なら入れられそうみたいなのなったのよ。そう、でも2月になるってなると卒業公演の前の週とかになっちゃうのよ多分大西。それってさ、みんな嫌だ。ね、いらない？いや別に生誕祭をめちゃめちゃしたいっていうわけではないんだけど、ただその大西がね生誕祭をしたいっていう理由が、あの MVP、 なんか劇場に何回来たらなんかメンバーとチェキが取れますよみたいなやつがあるんだよ。そう、そうなの。それをその生誕祭でやろうかなっていう話をしてて、そうなの。でも卒業公演にきっと投げたいって思ってくれる人の方が多いから、先週そのさ前の週に生誕祭やっても誰も来ないかなとか思って、だからどっちでもいいんだけど、大西どっちでもいいっていうか、そう私の意思的にはどちらでもいいんだけど、どうなんだろう。どうしようかなと思って、そうなの。12月絶対無理な、12月ダメなんだって。もう年明けって言われて、でも1月は大西が無理だからってなると2月しかないですねってなって、そうなんだよね。10月10日の予定だったんだけど、そう本当はね10月10日にやる予定だったんですよ生誕祭。ただ大西はその日に卒業発表をしたいってなったから、生誕祭で発表するっていうのを嫌がる方多いかなと思って生誕祭はやめたんですけど、そうなんだよね。まあ一回ちょっと今のコメントにし眺めてからちょっとあとそれを相談するわ、スタッフさんに。やんなかったらごめん。
オッケー、なんとなく今のコメント見て、ちょっとスタッフさんと相談してみるわ。オッケー、ありがとう。うん、ちょっとね、平日だから2回公演は多分無理というか、そうなんですよね、あれだから、そうなんですよね。うん、オッケー、ここではちょっとまあ決断は下さないんですけど、オッケーです、ありがとうございます、貴重なご意見を。そうなんだよね、まあでもちょっと今んとこやる確率ちょっと低いっていうのだけお伝えしておくわ。オッケー、分かった、ありがとう。そっか、 MVP がね、あのあれがね、大変なんだよね、あの仕組みがね。全ての公演であれ使えればいいんだけどね、あれが使えないのもあるからさ。そうなんだよね、オッケー、まあまあでも一回スタッフさんに相談します。うん、 MVP 持ってる人いるんかって、そうなの、だからどうしようかなって迷っちゃったんだけど、まあでもそうなんだよね、まあまあ、OK です。そう、私はどっちでもいいんだよ。うん、あの本当に生誕さんめっちゃやりたいっていうあれでもないけど、でも生誕祭準備してくれてる方もいるしな。っていう、なんかその絶妙な、でもや開催が2月かっていうのが大西は気がかりで、それならみんなもう一発卒業公演にバッて投げて、当たったら当たった、外れたら外れたっていうさ、そんな感じの方がいいのかなって思ったり、難しいわね、ちょっとまあ考えますということで、じゃあそろそろランキングの方を呼んでいこうかな、いきますよ、いきます。1位あっくん、ありがとうございます、イエイ。そして2位がきょいさん、ありがとうございます、イエイ。そして3位がコバアットマーク大西よしさん、ありがとうございます、イエイ。そして4位がさとちアットマーク大西ぐんさん、ありがとうございます、イエイ。そして、5位がとちちゃん、あ、間違えた、5位がとしちゃん、ありがとうございます、イエイ。そして6位が KITT アットマーク2日間お疲れ、うん、お話し会楽しかったよさ、ありがとうございます、イエイ。そして7位がエイトさん、ありがとうございます、イエイ。そして8位がコホアットマーク2コーさん、ありがとうございます、イエイ。そして9位がよっちゃんとゆうももち大好きだよさ、ありがとうございます、イエイ。そして10位が大西かっきアットマーク大西くんさん、ありがとうございます、イエイ。そして11位がカワチアットマーク大西たおしさん、ありがとうございます、イエイ。そして12位がマークアコードアットマークオタグ大西大地空挺ダンサー、ありがとうございます、イエイ。そしてラスト13位がまゆうかちゃん、ありがとうございました、イエイ、ありがとうございます。ということで本日はこの辺で終わりたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもでもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。 AKB48 の大西桃花でした。今日も見てくださった皆様本当にありがとうございました。ではバイバイ、おやすみなさい、バイバイ。